チャンネルのね、マスコットである、この人権のキーホルダーを作りました。下の概要欄にアドレス貼っときますので、そこから送料込み480円で買えます。で、これの使い道なんですけど、まあ、お守りですよね。一昔前だとですね、そういう職場の人権研修とか、なんか人権擁護だの、なんかそういう同和関係のイベントがしつこいところで、共産党員だったらね、なんか声かからなかった。たりしたんですよね。だからこれもね、それと同じような効果があって、まあ、あいつは共産党員だぞっていう代わりにですね、まあ、あいつはこのチャンネルで啓発されてるぞということで、声がかからなくなるっていう、まあ、そういうお守りとして使えるんじゃないかと。そのうざいね、童話のイベントに参加しなくても良くなる。まあ、そういう効果があるんじゃないかと思います。それでですね、今日のテーマなんですけども、直近のイベントとして、8月29日にですね、新潟県庁でですね、審査請求に関する口頭意見陳述があるんですね。この審査請求っていうのは、まあ、一度ね、その、解放同盟が、まあ、とある高校を糾弾した、それに関連する文書をですね、新潟県庁が、まあ、一旦その公開という決定を出したんだけども、解放同盟側が審査請求して、それで今それが止まった状態になってるんですね。で、それについて、まあ、いろいろ、僕は利害関係者としてその審査請求に参加して、まあ、いろいろ意見を述べるという、まあ、そういうことですね。ただこれ、非公開なんですね。で、実はですね、この、まあ、ちょっと新潟県がね、まあ、教育委員会なんですよ。ちょっと対応が最初からおかしくてですね、いろいろま、書類送ってくるんだけども、誰が審査請求したかっていうあたりが、黒塗りになってたんですよ。で、それで、まあ、僕はね、いや、一応、まあ、新潟県の条例とか、まあ、法律だと一応審査請求の記録なんかは、参加人は見れることようになってるから、ちょっとそれ見せてくださいと。そもそもそれ内容わかんないのにこっちに反論しろって言ったって、それは無理でしょっていうことを、まあ、いろいろやり取りしてたんですけども、まあ、最終的にね、全部こちらに書面が送られてきました。だから審査請求人が誰かっていうことも、もう連絡した人は住所とかみんな、フルで書いてあります。まあ、当然とや当然なんだけど、ただ、まあ、一応ね、この手続きっていうのは、訴訟とは違って非公開ということもありましてですね、新潟県庁、まあ、教育委員会からは、まあ、その書類そのままネットで公開するなって言われてるんですね。まあ、この辺だったらまだいいとは思うんだけども、まあ、ただね、まあ、私が言っても差し支えないと思うのは、審査請求を行ったのは、解放同盟、新潟県の解放同盟です。まあ、実質的には、ブラック解放同盟、新潟県連ですね。これは別に言ってもいいと思います。大体そもそもが、解放同盟関連の文書を、情報公開請求したっていうところから始まってるんで、別に、その利害関係者に解放同盟がいるっていうことは別にね、秘密でも何でもない話なんで、まあ、それはひょっとするとね、今回の糾弾会で、まあ、言ってみれば、まあ、ブラック差別絡みで自殺したみたいな、まあ、実際は全然関係ないんだけどね、その自殺した、生徒の関係者っていうのが、まあ、利害関係者として、公開を止めさせるっていうことも、まあ、絶対なくはない話なんだけども、まあ、常識的に言えば、まあ、それはないとは思うんですね。だから、まあ、今回の場合は、まあ、やっぱり、解放同盟が審査請求して、執行停止させたんだなっていう、ことが分かってるわけです。まあ、それに関しては言っておきます。で、まあ、解放同盟が、まあ、これもね、まあ、まあ、概要は言っていいのかな。まあ、解放同盟側としては、なんかね、間違った文書だから、間違ってなんか教育委員会に渡しちゃった文書だから、これは公開してくれるな、みたいな、なんかそういうちょっと、まあ、形式的な話になってますね。ただまあそこに加えてなんかこのね、情報公開請求したやつはとんでもないやつなんだみたいないろいろ文書、出してるんだけども、まあちょっとそれに関してですね、こちらも口頭でいろいろ反論するっていう、まあそういう手続きになりますね。で、これ、8月29日9時30分なんですけども、新潟県庁に行ってもね、何もないので、これ傍聴もできないので、非公開の手続きなんで行ったからって何もないので、まあ皆さん新潟県庁に押しかけないでくださいね。行っても本当に何もないです。非公開、傍聴できない手続きとなっておりますので、あくまでそこに参加できるのは私と解放同盟とあと新潟県教育委員会の人ですね。という状態です。で、あとですね、新潟県といえばですね、前回でですね、行政訴訟の第1回口頭弁論について動画で解説したと思います。
で、それについてですね、第2回口頭弁論、これがリモートでされたんですね。確か今月初めだったかな。リモートで、口頭弁論の手続きあって、それが第2回ですね。それでですね、まあ、これも、まあ、ちょっと法律論で難しいんだけども、まあ、私が情報公開請求しました。で、その文章が、まあ、公開するっていう決定が出ました。それは解放同盟側の審査請求で、その公開が止められた状態なんですね。公開の執行が停止された状態になってるわけです。で、それに対して、いや、執行しろと、執行の停止を取り消してくださいっていうことで、私が、訴訟を起こしてるんですね。で、過去の東京地裁の判例だと、執行を停止しなかったっていうことについて、執行を停止せよっていうふうに裁判に訴えて、それは行政訴訟の対象になる。まあ、つまり処分性がある行政訴訟の対象だっていう、裁判例があるんですね。で、この裁判例に合致しなければ、まあ、そもそも私の訴えっていうのは、行政事件訴訟法に定められている行政訴訟の対象になる処分ではないっていうことになるんだけども、まあ、一応判例としては、執行を停止しなかったっていうことについて、執行停止しなさいっていうように訴えるっていうことは認められてるので、だから私としてはじゃあ執行を停止された場合もそれを執行をするようにっていうことも、訴えとしてできるんじゃないかっていうことを、まあ私が言ったわけです。そしたら、まあ前回の口頭弁論で、ね、新潟県側は、いや、それについては、過去の判例だと、あくまで執行を停止しなかった場合についての話なので、今回のように執行を停止したものを取り消すっていうのは裁判の対象外ですよっていうふうに、まあ向こうの弁護士は主張してたわけです。まあそれがですね、この第2回口頭弁論で、まあ、まあ、ぶっちゃけ裁判官の心証としては、これは裁判の対象になるんじゃないかっていうことなんですね。で、私は最高裁のウェブサイトに載ってる、判例集で、東京地裁の判例を見たんだけども、まあ、裁判官はなんか判例タイムズのやつを見たみたいで、で、まあ、それを見てみると、まあ、東京地裁の判例だと、停止か不停止かっていうのは、それは関係ないんじゃないかと。どっちであろうと、裁判の対象になるんだっていう判例じゃないかっていうふうに裁判官がいて、そしたら、まあ、新潟県側の教育委員会側の弁護士、まあ、ぐぬぬっていう感じで、じゃあ、まあ、それに対してさらに反論しますっていう流れになったんですね。それで、まあ、これでまだまだ裁判が続くわけです。2014年10月24日が次の、裁判の期日です。これは、リモートになりますね。で、第3回口頭弁論です。ただ、まあ、皆さん、傍聴しようと思ったら、10月24日10時30分に新潟地裁に行けば、傍聴はできます。まあ、私はリモートで、遠隔でテレビ会議で参加するんですよね。ただ、それを、法廷で見るっていうことになるわけですね。というのが現在の行政訴訟の状況です。だから、こうやって長引いてるんで、じゃあ審査請求が先に終わるか、裁判が先に終わるかっていう状態なんですね。もしかしたら裁判官はこの審査請求の方が終わるのを待ってるんじゃないかっていう、ちょっと受かった見方もしてしまうんですよね。だったら、まあ、こっちがもう情報の、その執行だのなんだのっていう話じゃなくて、もう公開範囲を広げるようにっていうことで、行政訴訟をさらに起こすっていうこともできるので、まあ、それに関しては、まあ、まだまだわかんない。もしかしたらやるかもしれないけども、でもなんか高確率でやりそうな感じになってきましたね。あとですね、新潟県だと解放同盟から私が訴えられてる裁判もあるんですね。で、これについては忌避申し立てをしてですね、それで、まあ、第1回口頭弁論がお流れになったんだけど、まあ、これについて解放同盟がなんか時間稼ぎだって怒ってるんだけども、まあ、ただ、口頭弁論が流れたのは、忌避申し立てだけじゃないんですね。移送の方の申し立てもしてるわけです。こちらとしては、新潟までね、まあ、今回、審査請求はしょうがないから行くんだけども、リモートでできないから。だけど、裁判に関してはね、まあ、
こっちを神奈川でやっても、向こうはリモートで参加できるし、なおかつその弁護士ね、東京にいるじゃないかと。だったら東京から横浜来る方が僕は D 型に行くより手間かからないんじゃないのっていうことを言って、それで今、移送の申し立てをしてるんですね。で、機器に対ついてはですね、東京地裁の方に、即時抗告かな、抗告したんだけど、それ却下されたんですね。で、さらにこれ特別抗告できるんだけど、最高裁でも、それってね、憲法違反とかよっぽどのことじゃないと通らないんで、なんかね、なんか LGBT だの、なんかそういう関連のものだったら最高裁ほいほい通すけども、今回みたいなケースって、まず最高裁通さないんで、まあこれに関してはさらに特別抗告ってことはしないで置いてるんだけども、ただ、移送に関してはね、結構これは実務的な問題もあるんで、結構、これはどうしようかなっていうところなんだけども、移送に関しては実はまだ何も反応ないんです。一度、新潟地裁がですね、直接ね、傍聴やったりもするし、リモートでできるかどうかわかんないからとか、なんかそういうことを言って、その移送を認めなかったんだけども、僕はもう東京高裁の方に、即時抗告してですね。いや、リモートできないだのなんだのって、もうつい最近ね、ちゃんと法律で決まったもんだから、法律で決まったものをできないっていうのはどういうことかっていうことで、まあそういうことで、今、争ってる状態で、まあそれに関してはまだ、結果が出てない状態です。だから、解放同盟から訴えられてる裁判に関しては、訴えられたのはね、1月24日なんですけども、未だに口頭弁論が開かれないという、まあそういう状況になってます。まあこの先どうなるかはわからないです。まあできればね、もう、こっちでやるか、リモートでやりたいっていうふうに思ってます。ということで、現在新潟県のね、この学校にいる童話地区出身者は何人だの件ですね。件については今このような状態だっていうことを申し上げておきます。ではまたいろいろ報告いたしますので、ぜひこのチャンネル登録しておいてください。